はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマンシングサガミーストレルソングリマスタード、シフ編ですね。今冥府の、一番下に来ております。今回は神に挑む回ということで、まあ、まずはねデスと対峙していきたいと思います。こっちは冥府死者のもので、あそこに見えるのは煉獄の扉、冥府煉獄門って書いてあるね。で、煉獄はまだ行けないんで、こっち、いや、まあ何をしに来たって言われても、まあとりあえず武器くれって言ってみる。ただでは譲るのな。仲間の命をもらおう。はい、どうぞとかそんなことはできません。欲しいけど許さん。神に挑むとは、うぼれは身を破滅させるものだぞ。まあちょっとね、勝てないとは思いますけど、何も対策してないし、そもそもこれサルインより強いんでですって、普通のね。あったら全力で倒すつもりでいきましょう。バンダライズで、まあ、長剣使うか槍使うかって言ったら、まあ総流派だな。でウコムの矛も総流派。エスパドロペラはもう電光石火からあれを覚えてほしい、変幻自在を。で、まあ、リバイバーは貼っていこう、ちゃんと。シフ。お、覚えた。まあまあまあ、いいダメージだわ。おぉ。480とか食らってなかった。いや、もう瀕死だ、ギリギリ生きてるって感じ。バンダライズ、総流派、総流派は変わらず。で、一回ムーンライトヒールを打つか、回復で。カース、なんだ、呪われたか。呪われるとどうなんだ。2400、バンダライズマジで強えな。火力が突出して違うんだけど、命を削ってるけどさ。で、総流派、総流派、どうする。浄化の水 LP 消耗してでもちょっと使うか。で、リバイバーもう一回打てるから、まあちょっと死ぬかもしれないフラーマにしとこう。2000、総流派でさえ500ちょっとだよ。またシフにやっちゃって間違えちゃったよ。お、ペインだけで助かった。さすがにもうちょっとバンダライズ打てないから、癒しの水で自分を回復しておこう。やっぱりね、 BP 回復量の少ないキャラはもう長期戦になるとほんときつい。で、マリーンはだって総流派打ってても1ずつ回復していくから、ね、プラスが出るから。あれ、これ浄化の水じゃダメなの。あらゆる状態以上回復するって書いてあるのに全然あらゆらない。の一戦ガードした、すごい。開始月います。26とかゴミすぎる。バンダライズがマジで肝だな。で、いや、だってビラレン好きだったら総流派でちょっとなんか技を覚えるかもしんないからね。変幻自在はさすがに無理。ラファエル9、回復量が低いからな。ちょっと電光石火で攻めていくしかないか。聖杯はもうちょっと全然回復させてないんで、まあ、もちろん勝つつもりではないんで、勝つつもりでやるけど勝つつもりではないんで、ちょっと聖杯とか使わずにいきましょう。
開門。これはどれだけ食らうか。死ぬ。いや一気に壊滅になったな。フラーマがあれを使ったか、リバイバーを使ったか。ちょっと今回各自自分を回復だな。でフラーマリバイバーが張れないか。じゃあ防御。いや痛い。ヒットポイント的にはマリーン、ナイトアット、全然全員まだだった。フラーマを蘇らせるか。ちょっと攻撃もしないとね、さすがにいけないから。アニメとやべ、使ってくんのか。回復させてしまったよ。アニメートってもうどうにもなんないよね。どうにもならんので、マリン回復させて、総流派総流派。フラーマ死んだから BP が全然足らん。パンチ45。デスレインって何？一応全体で LP 減るのか。 LP 攻撃があるのか。そうすると厳しいな。バンダナイツもそんなに打ち放題にはできないぞ。マリンまだちょっと6まで行こう。6まで頑張ろう。マリン勝ったな。もうシフのバンダライズが痛い。開門。これは誰が残れる。全員死んだ。なんとかなるもんだよ。シフどうにもなんない。なんとかならないよ。生命の光で刈り取られた。あ、リバイバー、リバイバーが生きたけど、いやーもうバンダライズ打っても無理でしょう。ほらいけアニメート。最悪だ。切り返し。あ、ナイトハット。おい600か。意外に回復するな。バンダライズ2000。タイムレシーバー何使ってんの。ラファエルもう LP3 しかないけど、でもずーっとアニメートとして使ってくれてれば、これなんかハマったんじゃん。ラファエルが邪魔だけど、バンダライズ。ちょっと待って、敵はやばい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 。怪人の怒り、こんなところで弱っ。ラファエルの LP がやばい。死ぬかもしれん。やられた。最後にフラーマが復活した。これここ死んでもね大丈夫なんで。そして冥府に来ることなど許さん。決まれた魂で生き続けよ。これラファエル変幻自体覚えたよね。もう死にそうだけど、そもそも死にそうだけど、フラーマも3しかない。いやーやっぱ厳しいわ。強いです。というわけで逃げ帰りましょう。というわけで次エスタミル地下道の地下2階ですね。ここにシェラハ神殿があるんで、シェリルイベントは全部終わらせたんで。なんかいっぱいいるな。こいつを話せる。シェラハよ、闇を与えたまえ。シェラハよ。いやいやいや、こいつがオサカ。おお、シェリル。我が宮殿へ参れ。やはりあなたを不幸にしてしまった。いや、俺はその不幸すら打ち勝ってみせる。闇の宮殿、あれダンジョンとか普通にあるんだっけ。いるね。ここは我が宮殿、闇の力の源がここにある。
奥へ進めということか。あ、別に敵は出てこないね。この奥には闇の魔物たちが潜んでいます。不用意に近づいてはいけません。え、そうなの。ステルスと忍びしかも。おい、大丈夫だ。なんか気づかれたけど、ちょっと待って、今この状況だとなんかあんま戦いたくないかな。あ、ダンジョンっぽくなってる。え、ちょっと待って、どういうこと。逃げよう。全然普通にまっすぐ来たの来れたんだけど。この宮殿にはさまざまな闇の品々が眠っている。お前には価値のないものもあれば貴重なものもあるだろう。それら全てを自由に扱うことを許す。おお、ありがたい。手に入れることができればだが。まだ続くのか。めっちゃ敵いるわ。こっちとか、ちょっとステルスと忍び足は使おう。スライム系はどっちも効かないかんね。じゃあ回り道をすればあんのかな。こっち側は、うわ、こっち側もだ。ちょっと待って、煙玉で逃げよう。煙玉大量になるからね。一回ステルス倒す。扉は、あ、ボスっぽい。これ普通じゃない？ちょっとフランシスカのブレードロール。全体を中心にやっていくか。スイングってどこまでいける？あー、こっちだな。陣内は使えないからな。デタラメ屋でいくか。でブレードロール、火の鳥。全然当たらん。普通の敵と同じ強さであれば大したことないと思うんだけど。効果をされてないっぽいな。では型をつけますか。天狗足し乱れづくか。藤娘はハローレインがないからな。イートブレイクじゃなくてデタラメ屋を打ってひらめくか。火の鳥があまり効かない。いや、意外にしぶといかもしれない。デタラメ屋に使うのか。硬いな。ナイトハット、ちょっとまずいかもしれない。ヒットポイント的に。いや、火の鳥が効かない。草を伏せ、陣霊一回使うか。じゃあ切って倒す。ちょっともったいなかった。160にあんまり効かねえし。単体でいこう。エスパドロップだ。電光石火だな。じゃあ撃てない。消耗が激しい。火の鳥の最後連携。おお、宝箱出てきた。漆黒の魔導医って何。1616、非常に強力な術の力が宿る。知力と魅力がアップ。スカーレットローブと比べてどうかだよね。クラーマ、知力は変わらず。スカーレットローブも16か。どっちを選ぶかだよね。炎の耐性があるのか魅力を選ぶのか。魅力って何の役に立つの。とりあえずスカーレットローブにしとこう。またシェリル。シェリルが存在することで
神としての我が力は弱まってしまった。このままでは闇の力を抑えきれずに飲まれてしまうだろう。そうなれば闇は世界にあふれ、エロールといえども苦戦は免れまい。お前の力で闇の力を抑えよ。我が支配に闇を従わせよ。いや無理っしょ。私はあまりに長く人間として生きすぎました。あまりにも多くの悲しみに出会いすぎました。エロールはむごい方です。出会ったらいつかは必ず別れなきゃならない。必ず来るものだから悲しんでるだけじゃダメだと思うんだけどね。私ったら神様に向かって何をおしゃべりしてるんだろうね。ん？話せる？話せない？行くか。それじゃあ闇の力と戦ってくるよ。絶対無理でしょ。闇の力に勝てなかったからね。闇の力全く勝てる気がします。ただ全力ではいく。これ死んだら終わりかな。そしたらなんか技覚えてほしいんだよね。電光石火乱れ月エスパトロペラはまだ28あるからな。電光石火でいくか。一応リバイバちゃんと戦う。戦火漆黒のなんとかはぁこれ待てい、なんもできんぞ。ダークネビラ来たけどさ、すでに壊滅状況なんだけど。いやラファエルなんかハートがついてない。ハートがついて眠ってんだけど。いい夢見ろよ。幸せな夢を見てそうだ。死んだ。リバイバーが遅かった。いやこれはもうマジで無理だ。一応蘇らせるは蘇らせるか。いやこれ終わったっしょ。強すぎる。誰寝てるわ。いや無理です。ゴムごときでこいつには勝てんよ。起きたからファイル。すげえ BP がめちゃくちゃ溜まってんだけど寝てたから。変幻自在をやっていくしかない。これ効かないからね。なんか装備してたっけ。ラファエル乱れつけていこう。アビスも効かない。乱れづくぜ。いいね、ハマったわ。まだ24あるから全然金の揃い目ないもんか。おお強い強い強い。いいじゃんいいじゃん。これなんだっけあれだ。状態上うわちょっと待って、みんなの LP どうなってる。まだ大丈夫だね。金のトロイメラ4でこれだったら結構ここがいいんじゃないか。いやまあそうなるよね。結局何もひらめかなかったし。うわー戻されたーゲームオーバーか。というわけで勝てる神に挑みましょう。こいつなら勝てる。サールウィン、ま、クロスクレイモアをゲットしてあるからね。バンダライズ。ナイトハルトはどうしましょう。特にこうなんか強いのがないんだよな、ナイトハルト。相変わらず乱れつきか。でウコムの矛か藤娘かプラズマショットがいいのかな。まあ一回総流派でも打っておきますか。安定ので、変幻自在。あそうか聖杯使えばいいんだ。聖杯回復させてきたんで
一気に BP を溜めて、よし、先に撃ってほしいよね。総流月か、まあまあまあいい。2800、バンダライズマジで強いよな。今のところ最強の技だと思う。神と人の違いが力の差だけならば神の存在など不要だ。不要だ。というわけでプラズマショットかな。で変幻自在もガンガン打っていこう。で回復に入るか。ナイトハット乱れつきが戦闘だ。あ、死んだ。まあしょうがない。杖だいたいもう2ターンでこっちの携帯に入れんな。ちょっと死んじゃってるまんまだけど。回復をさせないと。生命の雨は持ってきてないからね。単独で回復していかないといけないんで。400トップアウト死ぬ。いやーやばい、これ回復が間に合わないな。んー、バンダライザーちょっと打っときたい。で究極気づくしで2人回復させとこう。ナイトハルトとフラーマン。リバイオはかけ続けるのはありかな。あ、そっか、究極傷薬もアニメート。あぶねえ。で、まあ、攻撃はしていかないとちょっと剣の雨が来た時にきついんだけど、死んだからあれだ、全然 BP 溜まってねえわ。一回究極傷薬で全開にしよう。でプラズマショットは必要でしょ。だからラファエルは大丈夫、変幻自在。いや撃てねえ、少なすぎるわ。3回撃てるから奇跡の水もう一回やっちゃおう。もったいないかもしれないけど。1100ダークネビュラー。クラーマがミスったのか。でかいな。ようやく力が隅々にまで行き渡ったぞ。これからが本番だ。でどれだ、スコーピオンの僧侶。さっき俺もしかしてカヤキスの槍で撃ってた。プラズマショット、ラファエルもまあ攻撃、ちょっと今回攻撃しときたいよな。でフラーマ自分で隠しよう。200しかない。あーやばい、俺いくつだろう。死んだか。結構防戦一方になっちゃうな、やっぱり。命乞いにすれば助けてやらんでもないぞ。シフも100か。癒しの水でどんだけ回復する。奇跡の薬とか全然回復しないからね。こいつも奇跡の薬しか持ってない。やばい、200か。誰、シータ。156、やっぱ生命の雨持ってきた方が良かったな。でシフはやっぱり生かしておきたいでしょ。フラーマほんと死ぬたびになんか何もできなくなるな。防御しとくか、食らった時のために。よし生きてる。倒れるとアニメート使われる可能性あるからな。これでシフ大丈夫。ナイトハルト、まあ回復しておきたいよね。でそろそろやっぱり攻撃にも入らないとまずいから、ムーンライトヒール、ちょっと待って、攻撃、マリーン、ラファエル、クラック、これやばい、死んだ。てかスタンしてるし。2人ずつやっぱ回復していかないとまずいか。何もできん。金の呪いメレ、これコスパがいいんだよな。てかいや、やっぱフラーマ回復量が少ねえわ。バンダライズ様々だよな。
377ってなるか。ナイトハルトは大丈夫、攻撃に入ろう。ちょっと攻撃もしていかないと。でシフをなんとか生かす。シフしかも速いし、バンダライズ。あ、死んだけどしょうがない。1500瞬速覚えた。瞬速を覚えたけどバンダライズが打てなくなった。どれがいいんだ。スイングダウンって結構強くなかったっけ。コスパがいいような気がした。これ瞬速でいこう。でラファエルはもう自分を回復だな。でフラーマがちょっとリバイバル打てないのがやっぱり痛い。もう最後の聖杯使うか。ここは耐えてくれ。3回か。270、300弱食らってるからな。さてここからまたバンダライズ回復回だ。1ターン目はやっぱ回復回だな。ん、フラーマー、あ、そっか BP 溜まってるから大丈夫か。攻撃はシフに任せよう。クラック耐えられる。誰かみんなスタンしてんな。で全然回復が間に合わん。一応リバイバーかけとこう、シーフに。心の闇って、いやー2人死んだ。全然攻撃ができない、やばいなこれ。どうする。やっぱり強え、普通にサルイ強えわ。結構ナメプしていったからな。ムーンライトヒールで周りを蘇らすとか。今全然ダメージを与えられてないからな。いやアニメート危ねえ。 Z ソード、あ、過激か。なんかかっけえのか出たと思ったら、スイングダウンだったかな。バンダライズ打って、で総流派瞬速打てないのか。じゃあプラズマでいくしかない。もう一回シフだな。ゴッドハンド死んだ。許しません。プラズマのバンダライズ、バンダライズが1000超えた。でフラーマ全開のナイトハルトを蘇らせる。クラックはみんなスタンするな。クラックが結構厳しい。みんなちょいちょい減ってる感じか。こういう時に生命の雨打てるとでかいんだけどな。まあ螺旋好き、瞬速、ラファイルちょっと回復役になってんな。ちょっと死にそうなやつを危険な雨、これ結構食らうぞ。1、2、3、あ、3回の雨の攻撃力自体は変わんないのか。でこの後はやっぱりもう回復しないと無理だからな。フラーマいけんな。で壊そうと思えば壊して聖杯使えばいいんだ。最悪今のうちに使っとくか。マリーンが9、ラファエルでも47あるしな。まだいけんな。生かすはシフ。うわ落ちた。倒した。ヒットポイント自体はむちゃくちゃ高いってわけではないけど、まあやっぱり強いは強いな。これで通常状態だからね。何にも捧げてない状態。サルーン今敗れた。我らの勝利も近いぞ。ラファエルはいません。先頭に黒い鎧の騎士がいます。誰だよ、なんでナイトハルトいるんだよっていう。行くぞ。
走ってる。あんたやるね。頼りになる男がいたもんだよ。ああ、女かもしれないね。女ならなおさら嬉しいよ。男でも女でもサルウィンを倒したんだ。立派だよ。次は別の人でサルウィンに挑んでみなよ。私とは違った楽しみがあるはずだよ。はい、というわけで3週目主婦編が終了しましたので、次回はまた別の主人公でやっていきたいと思います。今回はここで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただければ幸いです。